美作大学、美作大学短期大学部の美作力をご紹介。美作力ってなーにこっちか。美作力とは、学生が勉学に集中できる環境、学生と教職員との距離が近いアットホームな環境、さらにさまざまな状況に対応できるサポート体制などなどの環境と体制を総称して作られる人間力を美作力と名付けています。それではどんな環境が美作力を作り上げるのか、これについて説明していきたいと思います。まず1つ目、学生が勉学に集中できる環境。こちらは本学の受験の動機について聞いたものです。大多数が資格免許が取れるということですね。本学には目的意識が高い学生たちが集まる、そんな学生たちが集まるからこそ作り上げられる学習環境というものがあるわけです。2、学生と教職員との距離が近いアットホームな環境。こちらですかね、写真の方はほんの一例なんですけれども、まずは左側ですね。10月末に行われるハロウィン登校ですね。教職員も一緒にですね、仮装して登校し、授業もします。真ん中のね、風船持ってるピエロ、あれ実は私なんです。そして、右側ですね。なんとなんとなんと、大学校内にバーベキューコーナーがある。美味しいよ。そして、真ん中の写真ですね、大根を持っているおじさん、お父さん、おじいちゃん、あ、理事長ですね。これは本学の理事長、毎年全学生に大根を提供するべき1000本の大根をですね、作っております。この他にも地域の方々から無料野菜、お米などのご提供をいただいて、人の温かみに触れながら大学生活を送っているということです。3、さまざまな状況に対応できるサポート体制があります。レベル1、学生生活で困ったら学生課に相談。レベル2、障害によって配慮が必要な場合はアクセシビリティ支援室が対応。レベル3、対人関係や心の健康面など学生相談室がカウンセリングを行います。どんな人にも手を差し伸べることができる、そんな学校づくりに力を注いでおります。美作大学で大丈夫。このように美作力があるから教育実績、就職実績が高いということになります。美作大学が好循環を続けられる大きな原動力がこの美作力、これが一番大切です。